ぞっこんウチナーアスリート。皆さんこんにちは、ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するウチナーアスリートを全力で応援しようという番組です。今週からは来週18日に開幕が予定されている第104回全国高等学校野球選手権沖縄大会に出場する高校を特集していきます。15分間お付き合いください。沖縄高校野球特集、今週は今年の夏第2シードとして大会に挑む沖縄尚学高校野球部をご紹介します。去年の夏の大会を制して甲子園への切符をつかんだ今年も連覇を狙う沖縄尚学高校。今年の代はまだ県大会での優勝経験はないものの、去年2年生ながら甲子園の舞台を体感したメンバーもおり、夢の舞台へ強い思いを持って練習を重ねてきました。今週はキャプテンとエース、そして大会で活躍が期待される野手、監督のインタビューをお送りします。まずは去年唯一2年生メンバーとしてスタメンで甲子園の舞台に立った主将にお話を伺いました。沖縄尚学高等学校野球部主将の前森海輝です。はい、前森選手よろしくお願いします。まずですね、キャプテンにはチームの特徴をモットーから教えていただきたいんですけれども、チームの雰囲気ぜひ教えてください。まあ、今年のチームは本当に、まあ、一人一人の個性があってまとまりが、まあ、去年に比べては少しない部分はあるんですが、まあ、そこが逆に一番まとまった時は本当に力を発揮するチームで、本当にまとめるのは難しいんですが楽しいチームです。結構じゃあ個性豊かなメンバーが集まってるんですかね。はい、そうです。夏の県大会にかける意気込みもぜひ教えてください。去年からの秋春と本当に悔しい負け方をしたので、やっぱ今回はその集大成として本当に、まあ、一人一人が力を出し切って、やっぱチームとして一戦一戦勝ち切るっていうのが目標でやっていきます。どういうことを課題にこの夏に向けては取り組んできましたか？守備では本当に堅い守りはできたんですが、やっぱバッティングでピッチャーを援護できなかったっていう部分が本当に目立ったので、やっぱこの夏までの時間っていうのはバッティングに本当に時間をかけてやってきたことが多いです。そしてまた守備ではキャッチャーという、ね、要のポジションでもあると思うんですけれども、ご自身のこのアピールポイント、長所はどんなところですか？まあ、一番キャッチャーに求められてくるのは本当にピッチャーをリードするっていうことなので、そこをまあ軸としながら、やっぱキャッチャーとしての盗塁の阻止率であったり、やっぱチームの扇の要っていうことで本当に自覚を持って、まあ練習からしっかりチームをまとめて試合でもその力を発揮できるようにしていきます。ではですね、改めて最後になるんですけれども、県大会の目標をぜひ聞かせてください。まあ、一戦一戦本当に全員でこなしていくだけなので、まあ、最終的にその優勝っていう部分がやっぱ取れたらいいと思うので、しっかりチーム一丸となってやっていくだけです。そしてまた前森選手は去年この、ね、甲子園の舞台も経験して、甲子園にかける思いっていうのも人一倍あるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりはどうですか？甲子園にかける思いを聞かせてください。やっぱ去年の甲子園も経験できたということなので、やっぱあそこは他の高校さんには譲れない思いっていうのがあるので、そこはしっかりチームにもっともっと伝えながら、まあ、束になって勝負していきたいです。はい、わかりました。ぜひ期待して応援しています。ありがとうございました。この時間は前森海輝選手にお付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては変化球を巧みに操るエースピッチャーの登場です。
沖縄小学高校3年吉山太陽です。はい、太陽選手よろしくお願いします。とてもお名前もかっこいいですけれども、名前の由来は聞いたことありますか？お兄ちゃんが、朝日っていう名前なんで、朝日ときた太陽っていう名前で付けられました。はい、そうですか。いや本当にこうチームでもエースとしてね、もう太陽のような存在ですけれども、今日は素敵なお名前の吉山太陽選手にご出演いただきます。まず最初になんですけれども、得意なピッチングスタイルから教えてください。自分は他の投手より、変化球が多い方なので、変化球を巧みに使って、でよりまっすぐを効かせるピッチングが得意です。では続いて、この夏の大会にかける意気込みもぜひ聞かせてください。独自大会を抜いて、沖縄尚学高校は、2年連続で甲子園行っているので、自分たちの代でも甲子園行って3年連続を目標に勝ち上がっていきたいです。先輩たちの、こう背中も見ながらの3年間だったと思うんですけれども、この先輩たちが甲子園に行っている姿を見て、やっぱり甲子園に対する思いというのは強くなりましたか？先輩たちが甲子園に行って、自分も補助という立場で甲子園に行ったんですけど、甲子園入ったらすごいパワーもらいましたし、より一層憧れっていうのを持ちました。そうですよね。また今年このエースとしても、期待されると思うんですけれども、エースとしてはどんなプレーをしたいですか、この夏？やっぱエースとしては、試合ではいいピッチングをして、チームに貢献できるようなピッチングをしていきたいです。ぜひ、エースとしてのピッチングでチームを甲子園に導いてほしいなと思います。ではですね、県大会の目標も改めて教えてください。夏の大会では、投手陣を軸に、守り勝つ野球で一戦一戦勝ち上がっていきたいです。この時間は沖縄尚学高校ピッチャーの吉山太陽選手にご出演いただきました。吉山選手ありがとうございました。ありがとうございました。続いては、挫折を糧に強い思いでこの夏の大会に向かう注目選手にお話を伺いました。沖縄小学3年野球部の中中里奏です。はい、中中里選手よろしくお願いします。まずですね、中中里選手は、ポジションがセカンドというふうに伺ったんですけれども、ご自身の得意なプレースタイル、持ち味をぜひ教えてください。自分は一番走力というのが持ち味なので、塁に出て相手をかきますところが自分の持ち味です。ちなみにタイムはどれくらいなんですか？50メートル6秒7、8とかそのぐらいですけど、ぜひこの俊足を生かして、チームにも勢いをつけていただきたいなと思うんですけれども、ちょっと先ほどの質問にもかかると思うんですが、走力ももちろんだと思うんですけれども、チーム内で誰にも負けないと思うところ、どんなところですか？そうですね、春の大会で自分個人としても悔しい思いしたので、そこは一番チームの誰にも負けたくないというか、そういうところを持って今練習やってます。一番自分が今まで野球やってきた中で試合に出れないっていうのが初めての経験というか、そういったところが自分のターニングポイントかなと思います。この悔しさをどんな風にパワーに変えようと頑張ったんですか？自分が足りてないものがあるからこそ、やっぱ試合にも出れないですし、このチームでやってる以上、やっぱり誰よりも上手くならないといけないと思いますし、そういった競争の激しい中で、自分がやるべき、やらないといけないことっていうのを見つけてやってきました。いや本当にこの悔しさをバネに心も、鍛えてきたということがよく伝わりました。では改めて、中中里選手が今パワーの源にしていることもぜひ教えてください。やっぱり一番は去年の先輩方のプレーの姿だとか、やっぱり先輩方はやっぱり全員が同じ目標に向かって、チームワークが良かった先輩たちだったので、そのプレーを見たり間近で見てたので、そう思い返すと、やっぱ自分たちもやらないといけないなって一番思ってます。はい、じゃあこう1年前の先輩たちの姿をまた思い返して、パワーの源にしてるんですね。ぜひ思いを、今年もつなげていただきたいなと思います。では最後の質問になったんですけれども、この大会ではどういったプレーを見せたいでしょうか？個人としてもそうなんですけど、やっぱチームとして
自分がやるべきことっていうのをしっかり果たして、チームの目標である甲子園っていうのを全員が目標に向かってやっていきたいと思ってます。はい、ご自身の個人的な目標、守備でもバッティングでもいいんですけれども、何かこう具体的な目標はありますか？個人的にはやっぱ出塁率を上げて、一番バッターとしてやっぱり出塁率を上げてチャンスメイクして、自分が得点につながる得点を踏みたいなと思ってます。はい、ぜひまた足でも、ね、勢いづける姿楽しみに応援しています。この時間は中安中里奏人選手にお付き合いいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に比嘉公也監督に今年のチームの特徴、今年にかける意気込みを伺いました。まず今年の沖縄尚学高校のチームの特徴から教えてください。大きな特徴はないんですけれども、例年通りこう、ピッチャーを中心とした、守りから攻撃につなげるっていうところが、特徴といえば、特徴といえるかなという感じです。この代としては、去年の秋、今年の春と悔しい気持ちも、多かったと思うんですけれども、こう精神的な部分で監督がこう夏に向けて指導されたのはどんなことですか？秋も春もこう優勝という経験はない学年ではあるんですけれども、それ以上にこうコロナでいろいろなものが制限をされて、悔しい思いをしているっていう、一番の学年だと思うので、そういった意味ではこう例年のチームよりも精神的な部分は、強いんじゃないかなというふうには感じているので、もうこの悔しさをとにかく最後の夏にぶつけてほしいなという、今それだけ思っています。選手の中には監督の執念という言葉をすごく心に刻んでいるという選手もいたんですけれども、どういう趣旨でそういった言葉を投げかけられたんですか？やっぱりこう勝負事って勝つか負けるかしかないので、そう勝ち負けを分けるのってその執念という部分じゃないかなと個人的には思っているので、やはり試合の時だけその執念を持とうとしても無理だと思うし、普段から絶対にとか、そういう こう強い気持ちっていうものを持つことが今後の社会においても絶対こうつながってくる部分だと思うので、僕個人としてはその執念という部分はすごくこう大事にしている、言葉で信念というか、してます。分かりました。では最後、重なる部分もあると思うんですが、夏の県大会に向けての目標も聞かせてください。いろいろな状況に置かれた、学年であるんですけれども、最後の夏は、自分らしさというかそういったものを出してほしいですし、僕自身もそれを一番本当いい部分を出してあげられるような、そういう大会にして最後決勝戦に残って、甲子園の切符というものを全員で勝ち取りたいなと思ってます。期待して応援しております。この時間は比嘉公也監督にご出演いただきました。比嘉監督、ありがとうございました。ありがとうございました。今週はここまで、沖縄尚学高校野球部を特集しました。来週以降も注目校のインタビューが続きます。お楽しみに。ご案内は杉原愛でした。